はい、ジャン君、ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん。まだケージの中に入っていますが、今日こそ頑張るからね。ただ、午前中は役所に行って、転入届、その他、もろもろ金融関係とか回ってきます。午後に、今日はね、なんか29度なんだそうですよ。過ごしやすいということなので、ちょっと行ってくるね。それから、午後にはね、今日中には外に出られる余地をね、次にはもう作るね。はい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 。ざっと言うとこんな感じです。これでも、部屋から段ボールを一回外へ出してですね、なんとかあとは片付けるだけというところに来ました。今日夕方ぐらいに出られるといいね。今日はですね、午前中は転入届というのを役所に出して、その後、銀行の、住所変更うんぬんかんぬん、いわゆるこう大人の行動というか、なんていうの設定変更というか、そのようなことをしていましたので、ちょっと疲れました。ただなんとか早くね片付けないとね。でちょろっと外に出て、またケージはしばらくは出しとくか。そしてケージと外の行き来っていう感じにしたいと思います。一回外に出ちゃうとあんまり戻らないかな。その辺ちょっと様子見ながらですね、ケージに戻らなかった場合ですね、出入り口のところに柵を設けないといけないなと思っていますので、それも随時やっていきます。頑張ります。これは猫さんたちとは全然関係のない話なんですけれども、昨日だから28日の深夜ですね、12時近かったと思うんですが、12時過ぎてたかな、にぐらっと揺れました。あ、地震だと思って、久しぶりにですね、なんか、ちょうどまだ掃除も、片付けもできていないのにと思いましたが、1秒で一揺れで終わりました。これどういうことなんでしょうか。例えば近隣の方がですね、いや揺れたよっていうことであればそういうことなのかなと思うんですけれども、今日、実は役所の人とかに会った時にですね、変なこと聞いてすいませんということで、昨日地震ありましたかって言ったら、いえいえありませんよっていう話でしたということで、この小さな地域だけの話なのか、もしくは家だけなのか、ちょっと、不安になりましたので、近所の方とお会いした時にですね、聞いてみようかと思います。万一家の問題だとしたらちょっと怖いです。着々と準備は整ってきています。次には完成です。ところがまだこんな状態です。これではまだ歩き回るのに危険が多すぎます。これもちょっと上に乗ろうとするだろうね。早く安全な感じにしましょう。